はい、皆さんこんにちは。今日は栃木県の、教員採用試験で去年出題された問題をやりたいと思います。なんで栃木県かって思う方もいると思うんですけど、たまたまコメント欄でなんか栃木県やってくださいっていうのがあったので、それでちょっと、問題パーって見てて、でたまたま最近京都大学で出題された問題と似たような問題があって、これなんですけど、でたまたまこの、解説を古賀さんっていう数学の、動画を出してる京都大学の学生さんの動画が、たまたま最近見てたので、あ、これこのやり方で、なんかやれるじゃんと思ってたので、なんかこれいい機会だなと思って今回取り上げたっていう形です。その古賀さんの動画で、やられてた、ちょっと計算の仕方とかもちょっと真似しながらですね、今回はやらせてもらいたいと思います。この問題はですね、よくある桁数を求める問題なんですけども、これで終わりではなくて、でさらにですね、この12の40乗というでかい数の先頭2桁ですね、最高位とその次の位の数字ということなので、先頭2桁の数字を求めてくださいと。でここになんか怪しげなヒントもありますけど、こういうようなヒントを使って桁数とこの最初の数字と次の数字まで求めてくださいという問題です。このカッコ3のやり方は、私はちょっと正直あんまり整理できてなかったので、今回いい機会なので、整理していこうということ意味もあります。はい、じゃあそしたら順番に計算していきたいんですけど、まずカッコ1のですね、60の15という計算ですね。これは、60の15というものを、15をですね、2つの掛け算で考えれば、いいです。15は 3×5 で、ログについては掛け算が足し算になりますよという性質がありますので、こんな感じで分けることができます。で、60の5はこの中に出てきてないじゃないかっていうふうに最初の頃は思ってしまうんですが、この5というものを2分の10というふうに考えれば、これは10割る2ということで、再びログの性質によってこう引き算の形ですね、2つのログの引き算に直すことができます。そうするとこれは60の3足す60の10引く60の2という形になって、すべて値が分かっているものになります。60の3は 0.4771 で、60の10はこれ1で、ログ2は 0.3010、はい、ということでこれはあとは計算ができます。でこれは 1.4771 から 0.3010 引きますので、167比例1ですね、1.1761 という値になります。ということで、この計算は何ですかっていうと 1.1761、はい、じゃあその次桁数ですけど、桁数はですね、ちょっと具体的に、まず考えていくと思い出しやすいですね。例えば n が3桁であるということを不等式で書くとどうなるでしょうか。n が3桁ってことは、一番小さくて可能性としては100ですね。今 n は整数としてます。100以上で、一番でかい3桁の数字は999です。999は、でもこの後ちょっと使いづらいので、ここを1000、1つ大きい数にしてイコールを含まないというふうな形で書いておきましょう。でこの形で書くと、100というのが10の2乗、1000というのが10の3乗ということになるので、3桁で表されるっていうことは、10の2乗と3乗で挟まれることと同じだってことが分かります。で今言ったことをですね、3桁じゃなくて、じゃあ、4桁だったらどうなるかっていうと、10が1個増えるので、10の3乗と4乗で挟まれるってことになります。なので一般にですね、 n 桁ってなった場合はこれは、10の n 乗と、あ、すいません、10のn-1 乗と10の n 乗で挟まれるというような、ふうに書き換えることができます。ちょっとこれ書き換えましょうか。n が n 桁の、自然数であるということと、10の n-1 乗以上を10の n 乗以下である、 n 乗未満であるということは同じことです。で実際にはですね、なんかでかい数があったときに、それが10の何とか乗と何とか乗で挟むっていうことをパッと求めるのは難しいんですね。実際今、12の40乗は、10の何乗で挟めますかっていう、のはもう本質的にそのこれが何桁の数かって分かってることと同じことになるので、
実際にはここの10の何とか乗で挟めるかっていうのは、実際にはパッと求めるのはなかなか難しいです。なので、ここの計算というのは、これをですね、ログで言い換えて、ログで言い換えた話で、実際は桁数を考えていくことが普通です。で、これ、全部に、定が10のログを取ってあげると、n-1 以上を、ログ10の n、n という形になります。これ、全部の辺に、ログ10というのを、つけた形で、こっちの部分はログ10の10の n-1 乗で n-1 が出ているというような感じです。こっちも同じですね。n が出ているという感じです。で、ログ10の n っていう形にすると、これは、割と n がでかい数でも計算しやすいので、この計算をしてですね、例えばこの計算で、23.8 みたいな風になったとすると、23.8 は、23と24で挟めますよね。だから、n は24が当てはまります。つまり、このでかい数 n は24桁ですみたいな、なんかそんなことがわかるわけです。だからログ10の計算をしてですね、でかい数 n が何桁か知りたければ、ログ10をつけてこの計算結果を見て、何桁かっていう判断をするというふうに、やっていきます。ということでですね、この事実をちょっと使うと、とりあえず、12の40乗という今でかい数がありますので、これに、ログ10をとりあえずつけましょう。この値計算しましょう。で、ログの性質で、40乗は40倍に変わります。何とか乗は何とか倍に、前に出すことができますので、40×60 の12。で、60の12は、12が 4×3 なので、60の、4足す、60の3という形です。で、4は2の2乗なので、2の2乗で、2乗は前に出していいんだから、こんな計算になります。で、あとはこの部分はね、もう今分かっているものですから 0.3010 と、0.4771 ですね。こいつ2倍してこれ足して40倍するという計算をすればいいです。で、これはすいません、ちょっともう計算、先ほどやっておいたので 43.164 という形になります。で、このことから何が分かるかというと、60の12の40乗というものは43点いくつなので、43以上を44未満だと。ということで、ここに来る数が44ということが分かったので、こいつは44桁の数だってことが分かりました。これで終わるのが、もしちょっと気持ち悪いという方は、これをこの形に戻してあげればいいです。60を使わずに書くと、これは10の43以上を、この中身が12の40乗、10の44乗というふうに書くことができるので、これで、ね、44桁の数だってことが分かります。44桁。はい。じゃあ今回の、一番おいしいところである、括弧3の話をちょっとしたいと思います。今やったようにですね、ラージ N が N 桁。今回44桁なんで、これちょっと44にしておきましょうか。44桁の時は、このラージ N というのが、44乗と43乗で挟まれますよってことが分かりました。で、今度はですね、もう少しきつめの、ちょっと条件を課して、この44桁である N がこんなふうに44桁実際書いたときにですね、44桁入ってますか？あ、ギリギリ入ってる。この先頭2桁が、なんか具体的な数でなんか指定されているとしましょう。で、ちょっと一般論でやると少し難しいので、じゃあ25とかにしましょうか。25。ここが25になっているような、25になっているような44桁の数であるという条件を課すと、この不等式は、もう少し厳しい、もっとこう狭めのね、今条件が増えているので、これを満たすような N の範囲はもう少し狭くなるはずです。で、それをちょっと具体的に考えていきましょう。まず25から始まってほしいので、この10の43乗、これこのままだとちょっとまずいですね。今ですね、10の43乗ってどんな、ものかというと、最初1で残り43個0が続くという数になっています。で、今回25から始まってほしいので、ここの前になんか調整がいりますよね。ここに 2.5 が必要になります。
10の43乗は10000です。これを 2.5 倍すれば、25から始まって残り全部0という数になるので、こんな風に なっているためにはここが 2.5 がかかっているっていう必要があります。で、25から始まって、残りね、なんかこっち適当に数があるっていうような数で一番でかい、可能性は、25で残りが全部99999っていう場合です。で、9999ってちょっと続いちゃうとやりづらいので、さっきと同じでここイコールを抜いて、N がギリギリ、入らない、今回この条件を満たさないギリギリ、一番小さい数っていうのをこっちに持っていきましょう。でそれ何かっていうと 2.6×10の43乗です。ここの部分を 2.6 に変えた、ものです。でこれは、26から始まって残り全部0という数になるので、これよりはちょっと小さくないといけないので、まあ今回44桁でこうなっているっていうためには、こういう不等式で挟まれているっていう必要があります。なので、これを満たすような、ものであれば、25から始まるっていうことが、分かるわけです。でですね、今この25って書いたところを実際には今まだ分かってないので、これをちょっと文字で表しておきましょうか。25って書いたところをちょっと AB とかにしましょうか。 AB、はい、じゃあこの今 2.5 って書いたところはですね、まあ今 A.5 って書きたいわけですよ。 A.5 みたいな A.B みたいな形で書きたいんですけど、まあちょっと A.B って形だと少しあんまり気持ちよくないので、どうしましょうか。じゃあ、こんな風に書きましょうか。 AB を10で割ったの、まあ、これはもしちょっとこの書き方が、まあ、A.B っていうのはですね、まあ、ちゃんと書けば 10A+B を10で割ったものっていうことなんですけど、ちょっとこれ形がごっちゃになってあんまり好きじゃないので、これをですね、AB とね、これ今2桁の整数ですよってことにします。2桁の整数で、これを10で割れば A.B っていうものになるので、この部分をですね、ちょっとあんまり正しい記号の使い方じゃないですけど、この部分を、AB という2桁の数、これを10で割ったものと、こんなふうに書きたいと、書くことにしたいと思います。この四角で囲っているこれの意味は、まあ、ちゃんと書くと、10A+B のことです。十進法で書いた時の、まあ、これなので、まあ、気持ち悪い人はこれに、ね、書き換えてください。この部分をこれに書き換えてください。で、こっち側も同じで 2.6、っていうのは、こいつよりちょっと一個大きい数なので、10分の、AB で、ちょっと1個増やします。10分の1増やしますので、まあ、なんかこんな風に書くことができます。で10の43ということで、44桁で、先頭がね AB になってるっていうのはなんかこんな形で、表すことができます。ちょっとさっきも言いましたけど、ここの部分気になる方は、これに取り替えてくださいね。はい、そしたら、これにまたログを取りましょうって話をしていくんですが、これね、10の43乗こっちにもこっちにも出てますので、全部の辺に10の、マイナス43乗をかけて、これをちょっとこの真ん中だけに出るようにしましょう。ここで10 N で10の、マイナス43乗10分の AB たす1と、はい、まあ、全部の辺に10のマイナス43乗をかけたという形です。はい、で、この後ログを取っていくんですが、ここに出てきている数っていうのは、まあ、なんか2桁の数を10で割っているので、まあ、2.5 と か, なんか 5.8 みたいな形で、1と10の間の1と10の間の数です。だからこれにログ10を取ると、まあ、ログ10の 2.5 みたいな形でこの部分が1と10の間になっているので、常用対数表が使える形であれば、この形でログを取った方が分かりやすいです。
ただし今回は常用対数表はこの部分がね、1から10の間ですね、1.1 とか 1.2 とか、8.75 とか、1と10の間の数についての値がね、載っているので、常用対数表が与えられているのであればこの状態で60を取って考えた方がいいんですが、今回は常用対数表を与えられておりませんので、この部分がね、小数で与えられているよりはちょっと一回整数に直した方が考えやすいので、もう一回ですね10を、ここで、かけることにします。10をかけてあげて、ここのマイナス43乗マイナス42乗という形でちょっと考えていきます。でこの状態で、ちょっとログを取ることにしましょう。ここの10分のがあるないはそのちょっと状況によってちょっと違うので、今回は常用対数表使えない前提なので、60のここに来る数字が2桁の整数であった方が都合がいいので、今回はこんなような変形をしています。60の、2桁の数、大なりイコール、はい、こんな感じですね。なので、この部分をまず計算して、この部分を計算して、この部分を挟むような形で、ログ2桁の数、で、ちょうどねこう間にこいつが間に挟むような形で、ログの例えば25と26とかね、ログの78と79みたいな形で、そういうこの値を挟むような、2桁の進数の、ログを、見つけてくれば、ここのね、AB の値が分かるということになります。ということで、ちょっとこういう方針で、ちょっと考えていきましょう。はい、そうするとですね、今回はこの真ん中の数に相当するものは、今、なんだっけ、12の40乗か。12の40乗で、今回ここね、今44桁なんですけども、2つずれて40マイナス42乗になっています。10のマイナス42乗が、60を取った時に値がいくつかっていうのをまず考えてあ、げましょう。で、これはですね、先ほどもう計算が実は済んでいて、2つのログに分けて60の12の40乗を引く、これ60取ると、マイナス42になるのでこれです。でさっき60の、12の40乗っていうのは、さっき計算 してですね、なんだっけ 43.164 だったので、これから42を引いてあげると、ちょうど、1.164 っていう値になります。でこの数は 1.164 です。 1.164 です。だから今何したいかっていうと、こいつをなんか2桁の進数のなんかログで挟みたいと。値が 1.164 になるものを挟む2つのログの値が欲しいということになります。で、例えばこれログ10の10って考えるとこれ1になるので、ここに入る数値は10よりは10以上だなってことがわかります。で11、12とかこれ考えていくのかなっていうふうに思うんですが、これ実は最初の60の15っていうのがこれヒントになっています。60の15は 1.1761 なので、今回の 1.164 よりでかいんですね。だからここに入る候補として、15っていうのはあり得るわけです。でこっちにもし14が来れば、このぴったり当てはまる14と15で、60の14と15で挟めてるってことになるので、じゃあ、60の14もちょっと計算をしておきましょう。60の14はこれ 2×7 なので、60の2たす、60の7ってことで、0.3010 と、60の7ここに出ているので0.8451 で 1.1461 ですね。なので、60の14が 1.1461、 60の15が 1.1761 で、ちょうどこの、1.164 というのが、こいつとこいつの間にあります。だからここに当てはまる数は14と15です。14と15がちょうど当てはまるということになります。なので、こっちに今相当するものが14と15だと、こっちが14ですね、14で挟めるので、じゃあこっちの先頭は14だってことが分かります。で今言ったのをちょっと
これで結論付けるのがもし、気持ち悪ければですね、とりあえずこの式まで分かったと。そしたらこれをちょっと 逆算していって、ログを使わない形で書いていけばいいと思います。この式から何が分かるかっていうと、14がこれ中身だけ比べてですね、まあいいか、14が12の40乗かける10のマイナス42乗の15という形になると。そしたら12の40乗はこれ10の42乗全部かけて14かける10の42乗15かける10の42乗で、こっち小数点の方がちょっと形が分かりやすいと思うので、ここをですね1.4、こっち10分の1倍したのでこっちが10倍する、こっちを10分の1かけたのでこっちは10倍するということで、こんな風に書き換えてあげれば、この数が43桁の数で、で先頭が14から始まるっていうことがこれでもはっきりすると思います。まあ、この形まで書き換えたわけです。はい、ということで、今回、先頭の数とその次の位の数何ですかっていうのは、まあ、14であるということが、分かります。最初の2桁が AB であるっていうのをこんな風に書いてですね、ログを使って書いていけば、まあ、なんとかなるかなというふうに思います。はい、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。